おはようございます。本日も肉キャリアラウジ始めてまいりたいと思います。今回が450回目のゲストをお呼びしました。斉藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、もしかしたら初めて、この録画をご覧いただく方はいらっしゃるかもしれないんですけど、毎朝8時から9時、ユニークな価値観を持ってらっしゃる29歳以下の方々をお呼びしてインタビューをしてまいりました。その450人目として斉藤さんお呼びしています。で、これまで歩んでこられたプロセスをお伺いしたりとか、あるいは今やってらっしゃることとかがあれば、その原点になった、価値観とか、転機とか、そういったものをお伺いしながら、ぜひ見ていただいている皆さんには、何かこうキャリア進路選択をもし今考えていらっしゃる方ももちろんそうですし、これからそういう場面を迎えられる方とかもそうですし、日頃のお仕事とかにももしかしたらアイデアとしても活かしていただけるかもしれないので、ぜひその辺を、この機会にシェアいただけるような機会になればと思って進めておりますので、ぜひよろしくお願いします。改めて、今回初めて斉藤さんをお見かけする方いらっしゃるかもしれませんし、もしくはニュースやもともとお知り合いとかでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、改めて今行ってらっしゃることを中心に、自己紹介を最初いただけたらありがたいなと思っておりました。斉藤さん、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。私、斉藤俊介と申します。今やってることとしましては、学生割引をまとめたアプリケーションを iPhone今限定で、リリース配信しています。で、今は主に、渋谷区が中心となって、で、ジャンルは飲食の学割に限定して、で、割と提携店舗さんも多いので、学生証を持ち運ばずにその場で僕たちのアプリをお店に見せると、学割を使えるような、そういったアプリを作っています。今一応、大学生で、チームメンバーも大学生でやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。学割は多分こう縁がない人は多分いないと思いますし、おそらく学生時代を過ごしたことがある方であれば、世代は違えどかなりもう共通のワードだと思うんですよ。学割かっていう、なんかその辺はぜひぜひ見ていただいている方々にとってはどんな世代にも聞いていただくといいなと思いつつ、今ちなみにこう使えるものとか、もしお伺いできる範囲で、そのアプリに登録するとこうどんな今、学割がこうよく使われてたりするんですかね。そもそもの話をすると、僕たちが今提供していた学割が、その飲食以外も提供していてですね。で、本当、インタビューしているのが、14日で、昨日すべて入れ替えて渋谷限定に変えたんですよ。で、今、正直、ベースで言うと1店舗しかなくて、この2日間でまた10店舗ぐらい増やしてるんですけど、今まで一番使われたのは、焼肉ライクさんのあたりだとか、ボンチャーの割、タピオカの声だというのが結構使われている印象です。ただ、これから紹介していく、どういうものを使えるところなんですと、例えば600円の焼肉丼とか焼肉弁当が、300円半額で食べれるものだったりとか、本当ワンコインで食べれる、あと690円で、食べ放題になるような、すごい 超お得な割を掲載しております。なるほど。ちょっともう今のを聞くと、本当に学生時代に戻りたい気分になってしまいますが、すごくこうお得に学生だからこそ割引をできるっていうことで、ものすごく学割に助けられた記憶も自分自身はあるので、なんかそれがこうアプリで本当にいろんな方々がいろんな場面で使えるっていうのは、その中に日常に、こうあるのはすごいなと思ってまして、で今回ぜひぜひそんなプロダクトをこうどのように着想されたかっていうのももちろんそうですし、これまでどんな風に歩んでこられたかっていうところ、ぜひぜひ今回この機会にお伺いをできればと思ってましたので、改めてよろしくお願いします。で今回実は僕の手元の方に事前にライフログという名前で、人生の転機を記入いただいたものをご提出いただいていまして、で今回はまずそこに沿って進めていければと思っておりますので、お願いいたします。でまず一つ、ありがとうございます。まず一番最初に記録をいただいているのが17歳の時でして、ここが高校卒業後にアメリカに留学することをこう決意なさったという転機を見出しをいただいているんですね。これは当時、高校卒業を控えて、どんな思い、もしくはどんなアイディアを持ってアメリカという場所に、留学しようというもの、そもそも一番最初着想
思いついたのは、どこからどうなって、はい、だったんでしょうか。そうですね。いくつか理由はあるんですけど、やっぱり大きいところで言うと、ちょっと人と違うところ、進路を選びたかったっていうのが、あります。なんか僕の通っていた高校、新潟県にある高校なんですけど、まあ、学校のレベルで言うと、まあ、半分ぐらいが大学に進み、まあ、そのうち、まあ、1割、2割程度が国公立大学に進み、まあ、半数が就職し、まあ、その中で、それ以外にも専門学校や、まあ、浪人生もいるみたいな、そういう感じの学校で、まあ、他の人と違う道を歩むときに、やっぱり海外留学っていうのは、他の人していなかったので、まあ、そういった点でちょっと違うことができるなというところと、やっぱり漠然と、まあ、社長になりたいというか、お金持ちになりたいという夢があって、でやっぱりじゃ世界のお金持ちリストを見ると、やっぱり皆さんアメリカ人で英語喋れるのが割と当時必須だったので、まあ、これは多分アメリカに行った方がいいなっていうところと、まあそうです。あとやっぱり僕自身英語が苦手だったっていうのがあって、まあ、これは海外に行けばなんとかなるんじゃないかっていう思いから、いろいろ調べた結果、やっぱりアメリカってすごい素敵だなっていうのを改めて再確認して、で、まあ、いろいろな人に相談しつつ、まあ、一番やっぱり親に理解を得て、決めたっていう、そういった感じですね。なるほど、ありがとうございます。今おっしゃっていただいた中に、結構ご自身なりのモチベーションの源も、なんか触れていただいたような、はい、当時のですね、感じもするんですけど、はい、割とこう、身の回りには同じようなモチベーションの方が普段からいらっしゃったのか、もしくはこう斉藤さんの先ほどおっしゃってた外に出ていこうとするようなものっていうのは割と、はい、珍しいというか、あまりにはそんなにいなかったのか、環境的にはどんな環境だったんですか。はい、ですね、それもちょっと、うん、最近いろいろ振り返ると、僕のおじいちゃんが新潟県のある町の、もうすでに確定されたんですけど、ある町の町会議員をやっていたりとか、それも多分おそらくそんなにない職業ですし、あと僕の父親も、学生の頃に自分の、まあ、僕のまあ、おばあちゃんの家で、自分の部屋でラジオ放送局みたいなのを、トン2のモールス信号でラジオ局を作ったりとか、なんかちょっと普通の人がやらないようなことをやるような人に囲まれていて、そのおじいちゃんは母方の父で、でお父さんはまあお父さんなんです。その両者、まあ、そういったちょっとまあなんか少しユニークな感じを持ってる人たちに、かつ、僕の両親は僕の教育に関して基本的に人に迷惑をかける以外だったら何をするのっていうような、それでそういったあれだったので、まあ、そういったところから結構影響あったかな。なるほどなるほどなるほど。なんかそれこそ多分そこから育まれた感性とかが当時結構お持ちだったのかなというのは伺えますね、はい、でそこからこう実際に、渡米を決意された後、はい、留学をなさって、それは、当時17歳で決意されたっていうふうに記録をいただいてるんですけれども、はい、そうすると卒業してすぐにアメリカへ向かわれる流れになるんですかね。はい、おっしゃる通りです。うん、それこそ、まあ、3月に卒業して、4月1日ぐらいですかね。多分4月1日か2日ぐらいに渡米しました。うんうん、なるほど、なるほど。実際に向こうに出向かれて、はい、まあ、本当に最初の数ヶ月とか、行った直後っていうのは、どんな方とどんな風に過ごして、こうどんなことに時間をこう費やしてらっしゃったのかっていうのと、実際に行ってみてはいかがでしたか。僕ちょっとアメリカに行ったことがまだないんですけど。なるほど。そうですね。やっぱりその飛行機に乗る前は、まあ、今でも覚えてますけど、すごい、まあ、ワクワクと緊張と、まあ、怖いなっていうことは、やっぱ家族と離れて寂しいみたいなところがあって、で、まあ、いざ現地着いてみると、僕の場合は大学に入るのに半年間語学学校で、まあ、語学研修みたいなのがあったので、そこのエージェントさんが迎えに来てくれて、で、まあ、僕と同じ、ような状態で他の日本人の同じ語学学校にこれから通う方と、飛行機で、バスに乗って寮まで行くんですけど、そこの、まあ、寮のバスの中に乗った一人 の、 日本人学生の人が過去にアメリカに留学したことがすでにあって、英語全然喋って、メンタル、インテンションの方と会話してたみたい、ちょっとレベルが違うなとか思いながら、で、
まあ、正直英語、まあ、苦手で結構喋れなかったと英語コンプレックスみたいなのがあったので、なんかそこでなんか萎縮してしまったというか、まあ、ただその空港から自分の家に向かうバスの中で見たあのカリフォルニアの風景はすごく広大だなと思いつつ、やっぱ山にあの大きい木じゃなくてなんか草原が生えてるみたいな丘みたいな山があって、あのこれがアメリカなのかなと思いつつ、あのバスに乗ってきたら本日はそのような感じです。ああ、なるほど。じゃあ結構あのリアルな現実をいろいろと目の当たりにしたというか。そうですね。いや、本当に目の当たりにしましたね。ああ、なるほど。実際そこからあの留学っていうことなので、アメリカに過ごしてらっしゃる間は、アメリカの大学というか学校に通われることになるんですかね。そうです。まあ、ちょっと簡単に話すと、半年間語学学校で、語学研修をして、なので、9月ぐらいにアメリカの大学、短期大学に入学をして、でそこから、2年弱通って、学位を、短期大学の学位を取得して、で1年間はあのインターンという形で、働き、アメリカ国内で働きました。でこれで合計3年ぐらいアメリカにいました。なるほど、なるほど、ありがとうございます。そうすると、短期大学2年ぐらい通ってらっしゃるんですかね。おっしゃるとおりです、2年ぐらいです。ちなみにそこではこうどんなことをあの学んだというか、どんな方とまた改めてどんな風なコミュニティの中で過ごしていらっしゃったんですか。学んでたことで言うと、一応学部、学科みたいなものはマーケティングというもので、まあ、ただあの1、2年生やっぱり基礎教養が多いので、まあ、一般的な国語、数学、理科、社会、まあ、英語というか国語というか学んで、で、まあ、他にもまあ、サッカー好きなのでサッカーしたりとかしていました。で、コミュニティで言うと、あと一緒に住んでいたのが日本人で、で、まあ、日本人コミュニティも結構大きかったので、周りと日本人とあの遊びながら、時々留学生の、割と留学生の友達が多かったり、あとサッカーの友達が多かったんですけど、時々は遊んだりとか、割と勉強多めで、で、まあ、時々インターンをしながら、そんなような生活をして、で、長期休みは日本に帰って、家族に行ったり、インターンに参加したりみたいな、そんなような生活を送ってました。なるほど、ありがとうございます。なんか、それこそ一番初め、バスの中で、あ、こんな英語をもうすでに喋れる人も来てるんだっていうふうに、先ほどね、はい、おっしゃってましたけれども、そこから、それこそ向こうで学べるぐらいまで英語力はこう上達なさったわけですよね、その間に。まあ、正直、今でもその彼の当時の英語力があるかって言われたら、あのちょっと微妙なところでもあるんですけど、特にスピーキングはちょっと伸びなかったんですけど、リスニングは、まあ、話してもらって、いう感じですかね。ただ、そうですね、英語で勉強できるぐらいになりました。なるほど、なるほど。もうすでにあの学んでおられた時期から、まあ、インターンないし、アルバイトか何かを、あの就職か何かで、はい、アメリカで一度働くっていうのは、もう見据えて、いろいろ学んでらっしゃったんですかね、はい、帰国ではなくて。やっぱりその、まあ、当初、アメリカでお金持ちになりたいっていうところもあったのと、まあ、アメリカに行ってからスタートアップをやってみたいってことを。思いを芽生えたんですけど、やっぱりアメリカで何かやってみたいと思いはやっぱりあって、でちょっとこうアメリカの大学のシステムの話になっちゃうんですけど、こう2年間大学で学位を取ると1年間働ける OPT っていう制度があって、それで、まあ、合法的に1年間働けて、で本来そこからまた4年生大学の3、4年生に編入するっていうことを考えてまして、でなのでそれが終わったのが、まあ、1プラスあの4年生 で5年間そこに滞在してで、プラス6年目でもう1年間働くみたいなことを、まあ、考えていて、なんで、やっぱその当時はアメリカに残ることをすごく意識して、で、勉強していたというか、あの、まあ、その、キャリアじゃないですけど、いろいろ考えながら過ごしてたという感じですね。ありがとうございます。ということですね。実際当時アメリカで過ごしてみて、はい、こうイメージしてたアメリカというか、あるいはこうベンチマークしてたような方々とかが見ている世界っていうのは、やっぱりこういろんな場面で触れられたり、やっぱり日本よりはリアルタイムに情報が入ってきたりするんですかね、過ごしてると。やっぱり
アメリカに、まあ、日本人、アメリカに日本人の方々で言うと、その、まあ、やっぱり日本で働かれている人よりは情報感度が高くて、かつ、まあ、基礎的な技術力というか、頭いい方多いので、なんか話していて、そういう生活に余裕があるというか、あの、まあ、考え方がすごいなっていうところがあったりとか、あと、これ僕がすごくその、まあ、シリコンバレーに留学してたんですけど、その社長になりたいっていう漠然の思いから、そのスタートアップを作りたいっていう思いに変わったのも、それが原因で、まあ、身の回りでやっぱり大きいイベントがあったりとか、それこそ、まあ、スタンフォード大学がすごいすぐ近くにあって、で、スタートアップコミュニティもすぐ近くにあって、だからまあ、本来自分が、まあ、日本にいたら触れるはずではなかったものがすぐ隣にあって、だからなんなら、まあ、イベントなんかに参加して、数億円調達しているような、よくニュースで見るような人たちが公演開いてて、まあ、地下にいるみたいな。なんかそういう、まあ、おそらくやっぱり、今となってみれば、そのズームとかクラブハウスで有名人ってお話聞きますけど、当時は、そのリアルのオフラインの講演会が多い中で、まあ、少し1時間じゃ電車に乗ってサンフランシスコに行ったら有名人に会えるみたいな機会は貴重だったというか、なんかまあ想像してたのはあの超有名な社長みたいな感じだったんですけど、その時の中でこう自分の中で変わってスタートアップにすごい人みたいなのには結構会えたりしましたね。なるほどなるほどなるほど。なんかそれこそそういう人が話してる記事を読むのと、なんか話しているインタビュー動画を見るのと、でいろいろできることもなくはないんですけど、それがこう生で見れたり、その実物を通してその人の言葉をリアルタイムに受け取るってなると、また違う感覚もこうすごく受け取れますもんね。そうです。なんか、うん、もうちょっと頑張ったらここに行けるんじゃないかみたいな感覚とか、うん、やっぱりあの、まあ、メディアの中で見るものとの距離感って本当におっしゃる通りすごく近くて、はい、なおさらもうめちゃくちゃ勉強頑張ってやろうだったりとか、うん、あの進み方、考え方、コンテンツに合わせていこうみたいなのはやっぱりやります。なるほどなるほどなるほど。それで当時あのインターンで働かれたってことで、またそこの場所はどんなものをこう扱ってらっしゃるというか、どんなお仕事としてインターンをなさったんですかね。そうですね、もういくつか、まあ、インターンやってたんですけど、最初のインターンは、LINEあのアプリの LINE で、それは日本だったんですけど、アメリカ、その次にアメリカのゼンリンっていう、まあ、マップの会社があるんですけど、その日本のマップの 99% ぐらいシェアじゃないや、カバーしてるマップで、それのアメリカ支社でマーケティングの仕事で、まあ、主にダイレクトマーケティングだったりとか、まあ、諸々の資料作成だったりとかをしていました。でその後は個人の方がやられている会社でコンサルティングないし翻訳みたいな仕事をしたりとか、あとは、マーケティング部だったので、マーケティング関連のインターンをちょこちょこやったりしていました。うん、なるほど、なるほど。そういったインターンの機会も結構、はい、アメリカに出向いた後につながったご縁とか、まあ、その他のところからこう掴んでいらっしゃったんですかね。はい、そうですね。日本の場合は割と定期ルートというか、うん、あのまあサマーインターン始まりますよっていうような、まあ、ニュースからリンクを踏んで応募するみたいなところがあったのと、まあ、アメリカのインターンでいうと、まあ、アメリカは短期大学の留学生がインターンするって書いて、まあそんなになくて、やっぱり4年生大学の学生が来ることが多いので、ちょっと難易度が高い。普通に、まあ、履歴書を送って、の LINE のような正式ルートじゃ、まあ、なかなか受からないので、まあ、裏ルートじゃないですけど、担当者の人に直接連絡取ったりとか、その場合は、なんか経営者が集まる、日本人のコミュニティの経営者が集まる100人ぐらいのイベントに参加して、で、皆さんにインターンさせてくれないかというふうにお願いして、で、インターンを、2社もらって、その中の1社がゼンリンさんだったっていうような。なるほど。ありがとうございます。なんか今話していただいている中にこう、
浮かび上がる斉藤さんの人物像としては、すごくいろんなところにこうご自分から情報をまず取りに行ったりとか、あとはそこで見つけたものにこう飛び込んだりとか、でそこら辺をしながら多分ご自身の中でも行動をしながらも考えてらっしゃったりとか、すごくこう、ね、アグレッシブにしてらっしゃったんだなと思うんですけど、なんか日本にいた頃から、もしくはそれ以前からっていうんですかね、はい、ご自分で身の回りなくても情報を取りに行ったり収集したり、はい、なんか人に会いに行くみたいなことはもう積極的にやっぱりされてたのっていうのはもう持って生まれたというか、はい、馴染んでたナチュラルなものだったんですか？人に会う、まあ、イベントに参加するみたいなところで言うと、まあその選択肢が、まあ、新潟県の村上市っていうところだったんですけど、そこではそもそもその選択肢が真ん中になかったので、うん、まあ、どう行動力を働かせようかそこには至らなかったんですけど、うん、当時はまあそれこそ、まあ、なんか意識高い学生、行動力のある学生って一言で言ってみるとすごい簡単なんですけど、 YouTube で動画を配信してお金をちょっといただいたりとか、まあ、転売をしたりとか、まあ、アルバイトしたりとかで高校生時代を過ごして、でもそれも中学生時代もプログラミングをちょっとしたりとかして、で、まあ、大学生になってから、まあ、まあ日本に行くときはそうですね、そんな感じでいて、でも一つやっぱ意識してたことがあったのは、人と違うことが好きだったのと、あと、まあ、選択肢があったときに難しい方を選ぶっていうのをすごい意識していて、それが行動力につながってかなっていうか、はい、ありがとうございます。そこからいただいているライフログの天気の部分に、はい、コンテスト形式のインターンっていうふうに添えていただいているんですけども、はい、これは今触れていただいた、先ほど触れていただいたインターンを経験された中のエピソードの一つに当たるんですか？はい、そうです、その LINE のインターンがそうだったんですけど、まあ、聞いた話によると2000名から3000名いる中で、その中からインターンに採用された人が3チームに作って、チームは3人、4人でチームを作って、その中で優勝したっていうのが、割と僕の中で結構今でも重要な成功体験になっていて、うん、で、そうですね、それがコンテスト形式のエピソードというか、話ですね。うん、それはまた改めて振り返っていただくと、当時どんなコンテストで、ではい、どんな方が参加なさっていて、で改めて斉藤さん、どんなアウトプットをこう出すことで優勝というか、はい、そこまで至った流れだったんですか？コンテストの概要としては、応募の段階では、ある4つぐらいのテーマから1つ選んで、新規事業を考えて提案するっていうようなテーマで、うんうん、まあ、もっと具体的に言うと、スライドに収めて、それを提出して、そのスライドが通ったら、それを動画でプレゼンしながら動画を送って、で、面接をして、で、最終面接で LINE の本社でプレゼンをして、そこから半分落とされて、半分ボールみたいになって、うんうん、で、まあ、そこで採用が決まってから、実際に、受かった他の20名ぐらいの方とチームを組んで、1週間ぐらい合宿形式で、プレゼン、新しい事業を3人で考えて、作って発表するということで、うん、まあ、まあ、なんで優勝できたかみたいなところで言うと、結構ユーザーのヒアリングを重点的にしていて、地上の空論ではなくて生の声を結構ここに反映させたっていうのと、得たアウトプットというか、このは僕、その新潟県の高校に通っていたときに、早稲田、偏差値で言うと早稲田大学と、慶応大学、もしくは東大、京大みたいな、そのハイスペックな人たちと人生一回も話したことがなくて、ただその、アメリカに行っても話したことなかったんですけど、その東大、なんや、その LINE のインターンで、そういう優秀な人たちと初めて相対して、会話して、まあ、世の中に本当に優秀な同年代がたくさんいるんだっていうのを改めて知って、いや、ちょっとまだまだ、足りないな、世の中の変わずになってたなっていうので、いうようなその自分をのモチベーションを上げるみたいなところが結構一番の僕の中では得たなんか何でしょう、アウトプットだったかと思っていて、それがきっかけで経営者のコミュニティに参加して、うん、インターン獲得みたいなことにつながってくるんですけど。なるほど、なるほど。そういうのでした。
なるほど、なるほど。先ほど触れていただいた、あの他の LINE から始まった他のまたインターンとかも、きっかけはまたそこでちょっとご自身の資産が上がったり、うん、また改めて、うん、感覚をアップデートさせた上で、いろいろまた機会を得ていって、いろんなインターンにもその後参加されてたようなところを先に、あの先ほど触れていただいたわけですね。そうですね。うんうんうん。ありがとうございます。なんか本当にそういう場にこう飛び込むと、なんか今まで合わなかったのは、そこのレイヤーのコミュニティにいなかったから知らなかっただけで、なんか入るといるんだっていう時ありますよね。そうなんですよ。なんか本当に、なんかよく、その短期、アメリカの短期大学って、正直、要はお金持ちのお子さんとか、本当に意欲が高い学生さんたちが来る、一部いるんですけど、基本的にはお金持ちの子供たちが割と多くて、で、本当に、なんでしょう、その東大とかに行くような人たちは交換留学で来るとき4年生大学3年次とか4年次に入してくるので、コミュニティ大学、その僕の行った短期大学ではその合わないというか出会わない存在で、なので本当にその、まあ、偏差値で行ったらトップティアのような大学の同年代の方々と話す機会は本当になくて、コミュニティ、そこのコミュニティから全然違うところにすごくあのいい機会になりました。なるほど、なるほど。まあ、その人たちの知り合いを増やそうということが全然目的ではないですけど、まあ、そのプロセスと、まあ、結果的にそこに至ったことで、うん、またこう拡張された感覚があったというふうに、ね、今触れていただいて、それは本当にこう日本でももちろんできる感覚では、ね、ありますけど、またこう種類が違かったり、またちょっと多分、ね、感覚が変わるものだと思うので、なんかかなりその環境と、しかもアメリカでっていうところは、なんかこう吸収できるものは本当にいろんなものをかなり当時、吸収されてたっていうのがよく浮かびますね。そこがおそらく19歳とか、またその後あのインターンを重ねられてっていう段階を、ね、伺ったと思うんですけれども、はい、その当時は、うん、それこそアメリカで今後あのずっとやっていって、はい、まあ、当時描いていたビジョンの通りに、まあ、積み上げる、積み重ねるっていう選択肢と、はい、あとおそらく、まあ、母国が日本にあるので、まあ、日本に帰国をしてっていう選択肢と、はい、大雑把に言うと場所、環境としてはですかね、選択肢あったと思うんですけど、はい、その後おそらく帰国をなさってるわけですね、はい、うんうん、それっていうのをこう改めて、もうすでに今やってらっしゃるサービスのアイディアをお持ちのまま帰国なさっていたのか、それとも全然違う背景で帰国を選択されたのか、はい、帰国の当時ってどんな感じだったでしょうか。結論から言うと、その全くあの別の理由で帰国して、その理由があのコロナウイルスだったんですけど、あの3年間、2年間大学に通って1年間、働いて、でもう2年間大学に編入しようとする、その、大学に編入する直前、あのインターン1年間のインターンが終わった後にコロナウイルスがちょうど流行って、で、まあ、その時は、まあ、コロナウイルス、まあ、ちょっと何者か分からないし、一回日本に帰ってちょっと、じゃあどうせすぐ収まるからまた、じゃ半年ぐらい一回日本で休んでまたアメリカに戻れたらいいよねぐらいの感覚で一回アメリカを離れて日本に復帰したんですけど、で、まあ、まあ、いざ蓋を開けてみたらコロナウイルスすごく広がってしまって、で、まあ、僕がその半年間休もうと思った、まあ、大きな理由は、日がすごい、まあ、ちょっといい値段するので、中でちょっとオンラインっていうのはすごく嫌だなと思っていて、なので、オンラインからオフラインになるまでアメリカで、また日本で半年待とうということだったので、結局、オンラインのまま続くんであれば、別に戻る必要はないと。そのときに、で、ちょっと日本でどうしようかなっていう中で、結果的に、まあ、後から変わりが出てくるんですけど、まあ、そういった背景で日本に帰ってきてますね。なるほど、なるほど。じゃあ、本当に先ほども、ね、あの事前に少しだけ触れていただきましたけど、予定としては全然違うシナリオがアメリカで描いていたところに、まあ、本当にアクシデントとしてコロナがあって、でやむなく帰国を、ね、選ばれたけれども、さらにそこから戻ろうかなっていう選択肢もありつつも、まあ、ベストな選択としてはそのまま日本にいることの方が良いということで決断されて今日本にいらっしゃるっていう。なるほど、なるほど。当時は結構ご自身としては多分いろんなシナリオが覆ってしまった、はい、あの時期だったと思うんですけど、はい、やっぱりこう、うん、なんでこうなってしまうんだろうかっていうようなちょっとネガティブな
なんですね、パワーも働きますよね、おそらく。いや、めちゃくちゃ働きますね。正直、その行動力、自分でもあると思うんですけど、やっぱりそういう状況になってしまうと、将来どうなるんだろうなっていうのは、すごく毎日考えていて、別に当時、何かアイデアがあったわけでもないですし、日本に帰ってきて、大学に入ってない、正直、その短期大学を卒業して編入しないと、結構、宙ぶらりんな状態で、大学にも取得してない状態なので、要は、まあ、一般的にフリーターというか、そういった肩書きになるので、でしかも、アメリカの大学に取ってたとはいえ、大企業とかだと、短期大学、海外の短期大学って結構、エントリーで落とされる場合が多くあるので、本当どうしようかなっていうのは結構考えていて、ただでもどうすることもできないので、まあ、インターンとりあえず、まあ、いつもみたいにしようかなっていうので、またインターンを始めるみたいにはなるんですけど、やっぱり結構不安はありましたね。どうなるんでしょうみたいなのは。そうですよね。僕の話になっちゃいますけど、僕はちょうど大学に、はい、入学する直前ですね。高校卒業して休み期間があって、大学入学っていうその休み期間に、はい、東日本大震災が来て、なるほど、放射線、放射能っていうのが、なんかどうやら飛び回ってるらしいので、はい、あまり外に出ないようにって言われたり、それがこうついちゃってる食べ物控えなさいっていうふうに言われたりしてたんですけど、なんかもう、分からないっていうのが正直ですよね。何が正しいか分からなかったり、ね、じゃあ外に出ないことが正しいのであれば、家で何をしようかっていうのもそうですし、はい、なんかやむなく外に出なきゃいけないときって、何を配慮して、この身の回りに見えない何があるんだろうっていうのがものすごく怖くて。そうなんです。なんか不確定要素というか、自分が考えて行動したら解決する問題ではないものが多すぎて、なんか どうしたらいいか分からなくて、そうですよね。状況でしたね。なんかその状況って、僕もすごく、なんかなかなか活路が自力で見出しにくかったというかですね、どうしていこうかっていう選択肢は正直、一番良かったものって、あんまり自分ではその当時着想できなかったなと、正直、今振り返ると思うんですけど、はい、なんかどんなところから、その、ね、シナリオが崩れ始めたところからこう持ち直してというか、はいはい、新たに前を向き始めたっていうのは、どんな行動と、はい、まあ、どんな、まあ、出会いなのか、はい、こう流れが変わるのってどんな風に変わってきたんですか？当時一回、新潟の実家に帰って、はい、でどうしようかなっていう風に毎日考えていたんですけど、まあ、やっぱりその中でいろいろツイッターとか見てて、たまたまインターン募集してるみたいな、今度駆け出しスタートアップの担当者みたいなツイートを見て、まあ、とりあえず、まあ、いろんなところに応募してみようというので、まあ、いろんな応募した中でその人のツイートをまた見て、で結果的に、まあ、東京ですごく資金調達もちゃんとしてやってるスタートアップだったので、まあ、面白そうだなと思って、まあ、なんか家で寝てても仕方がないし、ちょっととりあえず一回もう一回東京行ってみるかというので、まあ、人生初めて上京というか東京に滞在することに、で正直そこはまだやっぱり正社員になったわけでもないですし、言うてインターンなのでホームフリーターみたいなっていう、まあ、気持ちとしてはそんな変わらず、ただやってる中で今まで感じていたそのインターンの初期のインターン、スタートアップじゃなくて結構熟したスタートアップで働いたことあったんですけど、本当に創業1年経っていない社員 3,4 人ぐらいのスタートアップで朝から晩まで働いてみて、やっぱり、まあ、リアルな場、その創業ってこんな感じなんだみたいなのを目の当たりにして、まあ、時間が解決したじゃないですけど、その忙しさと時間が、不安を考える余裕もなくしたというか、でそこから、まあ、やっぱ遠くに出るといろんな出会いがあるんで、その中でジョブズキャンプっていうようななんか学生向けのイベント、オンライン3ヶ月ぐらいかけたオンラインイベントがあって、そこで、まあ、要は僕みたいな学生で起業したいけどまだアイデア持ってない、もしくはアイデア持ってるけどまだ何をしたらいいか分からないみたいなような人たちが集まるイベントで、そこで、まあ、良かったのはその起業するっていうような思いを持つ人って基本的にはまあマイノリティだと思うんですけど、まあ、そのコミュニティに初めて入ることで、起業家コミュニティに初めて人生に入ってきて、それがマジョリティになった瞬間があって、僕の中では結構
あ、起業ってなんか別になんか怖いことじゃないし、なんかそのノーリスクでやってみていいんだろうみたいなところは、ちょっとそこで感じられて、ただその当時はまだアイデアがなかったので、でいろいろ生活していて、でもやっぱり起業いいなと思って、で、インターンを引き続き続けて、で、ただいろいろあってインターンが年末、その去年末ぐらいに終わって、で今年今、起業家、U20 の起業家シェアハウスっていうところに住んでるんですけど、で、そこに今年の2月から住み始めて、で結構天気はそこで、ここで、起業家の、同年代の起業家の方と、まあ、24時間、まあ、同じシェアハウスなので一緒に住むことで、そのオンラインイベントの、3ヶ月オンラインイベントよりも、はるかに密に、いろんな人の活躍を見て、ちょっとこれはさすがにやらないといけないし、全然子供だったらやっても誰も、なんだろう、起業してるのすげえとかじゃなくて、なんかお互いアイデアを見つけ合って、あ、これいいよね、みたいな、いや、それちょっと違うんじゃないみたいな。でもそれが当たり前の関係にちょっとずつなっていって、で、役割をやってみることに立ったみたいな。そこで、ちょっとずつコミュニティに片足入れて、両足入れて、住んでみるみたいな、そこの時系列が、割と悩みを解決し、今も至らせてくれたのかなと思います。なるほど。ありがとうございます。なんかそれこそ、先ほどちょっと個人的に印象的だったのは、新潟から状況を経験せずに、もう一気に渡米してたんですよね。はい、でそうなんですよ。なんで東京は住んだことなかったんですよね。そうですよね。で、戻ってこられて東京にっていう順番で。はい、そうです。なるほど、なるほど。でしかも、本当にまた、なんですかね、アメリカでこう、一度馴染まれた一つコミュニティと、こう、視座を上げてった経験っていうのを、またこう、新たに日本で、まあ、帰国当初諦めずに、もう一回こう、飛び込んだところから、またちょっと環境をこうね、今変えていってらっしゃるっていうか、掴んでいってらっしゃるっていうところがすごい印象的で、で、先ほど触れていただいたように、多分、はい、その起業家シェアハウスにも住んで、はい、こう環境を作られて、まあ、そこからまたこう、今、先ほど一番冒頭で触れていただいたアプリっていうのも着想をこう深めていかれるんですか？はい、あ、おっしゃる通りです。そこが、まあ、いろいろな、イベントが、まあ、その中でもらって、チーム、無理やりチームに組んで、その中でアイデア出してみような、アイデア出してみようっていうようなところがあったりとかしていて、で、そこで、まあ、学会の生まれた経緯は、アイデア自体はもうちょっと前からあって、僕がすごく割引サービスが好きっていうのと、これをいろんな人に話してると、まあ、みんな割引大体好きなんですけど、その好きの度合いがちょっと人よりは強いなっていうのが、だいぶ、数値化もできてるし、こんだけ周りの人がいてくれるなら、多分もう僕が思ってるこれは多分人と若干違うぐらいのぐらいは割引好きなんだろうなというところで、何かできること、できることはないかなというので、まあ、最初、別に割引なんで学割ではなかったんですけど、いろいろなサービスを曲折しながら、多分僕が今最後までやりきれるのは学割っていうキーワードだなと思って、そこからちょっと、もうちょっと割引から具体化されて役割になって、役割になったっていう経緯があります。なるほど、ありがとうございます。先ほどこう割引とかその辺にこうなんか、はい、詳しいというか、人よりもっていうふうにおっしゃっていただきましたけど、はい、そのあたりは当時、アメリカなのか日本なのか、学生なりにいろいろ工夫されながら暮らしてらっしゃったんですかね。はい、そうです、うん。やっぱり僕のすごい印象的なエピソードが、Uber Eats のクーポンで200万円分ぐらい。お食事券というか、クレジットを手に入れたっていうのが、僕の中で結構成功体験としてなんですけど、やっぱりどうにかして食べ物をただ手に入れたいっていう、そのアメリカにいた時の思いがあって、やっぱり頑張ったら、クーポン使ったら安くなることが分かったんで、もうちょっと頑張ったら、これただなんねえかなと思って、いろいろ試行錯誤した結果、ただになって、で今度そのただになったものを量産できる仕組みが分かったので、それを、なんでしょう、仕組み化したというか、うんまあ、うまくするライフハック的なのを考えて、うん、実践して200万円分ぐらい、もうちょっとあるんですけど、トータルで手に入れたっていうのはあります、ね。なんかそういういわゆる仕組みとか、なんですか、はい、既存のそういったものをこうハックするとか、はいまあ、こ う, うまくこう活用して、はい、利用して自分の暮らしにっていうのは結構なんかナチュラルに面白くかってやってらっしゃったんですかね。すごいですね。そうですね。なんか、
何かと何かがつながる瞬間というか、うん、自分が想像していたものが実際にリアルで起こる瞬間というか、うん、あとは A と、まあ、普通の人には A と B しか見えてない選択肢の中で、うん、まあ、食べ物をプーバイツそんな無料で食べれないだろう、割引しかできないじゃん、定価で頼むか割引しかできないかっていう、この A と B の中でこの C、ウルトラ C で無料みたいな形っていうのがすごく好きで、うん、なんで、まあ、そういうような選択、まあ、そういうのがあるだろうと信じて考え続けるのがすごく好きです。なるほど。そこまで考えるからこそ、こうちょっとこう人と違うアイディアとか、もしくは人と違 う, こう、ね、行動のあれが出てきたりしますね。なるほど、なるほど。そこからこう実際に、はい、ご自身がナチュラルにやってることとか、ちょっと人と違うところとか、まあ、人よりも少しこう経験が深いところ、多いところをこう見つけられた後、また改めて学割っていうところまでこう絞られて、はいはい、でまたそこからアプリを作られると思うんですけれども、はい、実際にこう当時、一番最初はどんな会話というか、どんな感じの雰囲気からまず着想にいたり、はい、そこからそのアプリ作るまでの過程っていうのはエンジニアさんとかも必要なのかなと思うんですけど、はい、どんな方とどんな風にこれまでは作られるところまでいらし、はい、歩んでこられたんですかね。着想で言うと、友人に聞いたら、去年の12月か1月ぐらいに学割の話を僕がしてたっていうのが記録としてあるので、多分そのぐらいから、まあ、いろんな割引っていうブレインストーミングをして中で学割っていうキーワードが多分そのあたりから出ていて、で企業化シェアハウスに入って、いざ一歩踏み出すときにそれが思い出されて、まあ、いくつかある中から収穫になるっていうのをピックアップしたっていう経緯があって、でそこから自分で、まあ、その時は当時一人でプロトタイプというかノーコードツールを使って、うん、世の中にある学割として検索で、ネットで学割で検索して出てくるようなものを、まあ、リストにまとめて、で、まあ、キュレーションして、それをアプリに落とし込む、ウェブアプリに落とし込んで、それを、まあ、テストで集めた50人から100人ぐらいの人に使ってもらって、で実際にその時に学割、僕がアプリで学割をその人に見せたから、知らなかった学割を使えるお店を知って、実際に行動を起こしたという事例が確認されたので、あ、これはもしかしたらいけるかもしれないっていうので、エンジニアの人と他のメンバー、今メンバー4人プラス営業テストを作れる、まあ、ほぼ5人で今やってるんですけど、そのうちの、4名ぐらいが、一緒にタイミングよく一緒にやろうってなってくれて、今も引き続き4人と、で先月からプリンのと営業の子が入ってくれて、っていう感じです。で、もうちょっとその人を呼んだエピソードを話すと、僕人を巻き込むのがすごい苦手というか苦手だと思っていて、でなんでインスタグラムのアカウントでスタートアップを紹介するインスタグラムっていうのを個人的に運営していて、で、まあ、当初ちょっと本当にただインスタ好きなスタートアップをアクセスする的だったんですけど、結構反響があって、でじゃあこれはもしかしたら自分のその弱みであった人を巻き込むところに使えるかもしれないっていうので、実際にそこでエンジニアの人に相談があるんですけど、特にストーリーで投げかけたら6人ぐらいの方から反応があって、で実際に面談というかいろんな方に相談して、うち1人が今のエンジニアみたいなストーリーがあるんですけど、まあそれでもう1人の人もそこ経由で知り合った前から知り合ったんですけど、そこ経由で改めてその辺だったのがまた復活してみたいなところみたいなストーリーで、ちょっと仲間集めというか、当時はストーリーがあります。なるほど、なるほど。なんかそれこそもうナチュラルにやってらっしゃる方とかはもうノリを作るというかですね、対面とかもういろんな場でもうなんかどんどん巻き込んでいてっていうパーソナリティの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、逆に言うとこうそれでなくともこう自分の有益 なんかコンテンツとか情報を発信していって見つけていただいて、でこうそこに対してこう投げ込むと、もう逆に言うと待っててもというかですね、一声かけるとこう縁が作れるっていう、それもまたパーソナリティというか違う強みの生かし方ですよね。はい、なるほど。今実際に学割っていうものがこうできるまでと、はい、着想のきっかけとかを改めてお伺いしていたと思うんですけど、はい、実際にこう学割っていうのがもともとは、はい、学生が
まあ、他の年代の人たちよりは安く学生特化の割引が受けれるということだと思うんですけど、はい、なんかそれこそ今あのコロナ禍でそれこそちょっとこうでき、はい、やってたアルバイトができなくなっちゃったとか、はい、もしくはできる働ける選択肢もちょっと狭まってしまったとか、なんかすごく若い世代がこう金銭面でも将来的にも不安を抱えてらっしゃったりするじゃないですか、はい、なんかそことかにはかなりなんかこうなんか光というか兆しになるようなアイディアですよね、はい、生活コストが下がる。いや、おっしゃる通りです。そう信じて一応作っていて、で、まあ、学割サービスってその飲食店さん側にももちろんあの新しい客層だったりとか、まあ、既に来られてる学生さんをよりあのリピートさせたりとかって効果があるんですけど、まあ、本当あのそれよりも、やっぱ飲食店じゃないですか、その学生さんに僕たちはコミットというか本当支援したいなというふうに思っていて、で、まあマクロな視点で見るとやっぱり 60% 以上の大学生の方が経済的なあの不安を抱えているみたいなアンケート結果があったりとか、僕たちが取ったアンケートでもそういうそれぐらいの人と同じぐらいの数字が出たりとか、あとミクロな僕の友達ぐらいのレベルの話をすると、奨学金すごい大きい金額借りたけど、あのコロナ禍でアルバイトもそんなにできずに、であの就職したけど2ヶ月辞めてしまって、その奨学金実はあの役割で例えば300万円ぐらいを取得になっていただくことで、もしかしたら半額のままに生活できたよねとか、そういうのがあると思っていて、今中学入学から大学卒業まで、まあ、ヘルミ推定すると大体平均80万円から90万円ぐらい役割でお得になってるっていうような現状出ていて、でこれってあの役割をまとめてなく、その、まあ、美容室に行って役割使うだったりとか、電車の定期買う時に役割買うだったりとかっていうのがあるんですけど、でこれをもし僕たちが一つのアプリにきれいにまとめて、でかつ、まあ、まとめることで知らなかったのにするっていう機会と、あと今すごく営業をたくさん来ているので、そもそもなかった存在しない役割を新しくこの日本に作ることで、その役割っていう選択肢の範囲をより広げる、この2つの方法で出したらこの80万円90万円のところが100万200万300万に膨れ上がると、あの期待というか希望的観測をしていて、でそうするとじゃあ政府は10万円しかもしかしたら配れないかもしれないけど、僕たちは300万円も学生にあの支援をできるような本当に学生の貧困を救える一番のソリューション、実は学割だったんじゃないかみたいな、まあ、僕たちあのポジショントークみたいな感じになってしまうんですけど、本当に思っていて、で、まあ、その可能性が 1% でもあるなら、あの全力でそれをあのやりたいなっていうところが今のその学生貧困に対する僕たちの思いですね。なるほど、なるほど。そうですよね。これまでも割引として存在していたけれども、例えばあまり使われてなかったものとか、本当に使ったら良さそうな方とマッチングできてなかったようなものとかっていうのがあるかもしれないっていうところと、あとはそもそもあるべきなのにまだこの世にない割引のアイディアとか、なんかそういったものもあることで、なんか事業者さんとっても学生にとってもみんなその方が本来いいわけですよね。そうなんですよね。この形はすごく、はい、あのおっしゃる通りウィンウィンウィンみたいな構図が描けるなと思っていて、あのちょっとおっしゃっていただいたマッチングみたいなところで言うと、本当に、まあ、僕は割引感度高いんで、全然そんなことはなかったんですけど、例えば Apple 製品だったりとか、まあ、僕今これ MacBook 使ってますけど、これも定価の2割引きぐらいで買えたりとか、あとは、まあ、交通移動で言うと、普通に新幹線の学割だったりとか、飛行機レンタカー全部学割出ますし、家賃の学割もあったりとか、食べ物も学割で、まあ、僕たちも買いたりしていく。サロン系の学割、基本生活に紐づくもの、大体学割実は使えるんじゃないかっていうのがあって、で、その皆さん学割、安くなるっていうのは知ってるんですけど、その皆さんが安くなるっていう思ってるよりも、実はもっと安くなるっていうのがあるんで、それをどうにかなんか、あのケチじゃない、それはちゃんと生活の一つの知恵なんだよっていうのをちょっとあのお伝えして、それが本当にその人たちのためになるような形で生きればいいな。なるほど。なんかそうすると、これまで学生時代に我慢してたものとか、なんかお金がないから諦めてたこととか、なんかコストを下げるためにちょっとこう、
ね、控えてたものとかをなんか純粋にそもそも経験できることが増えるだけでもなんか将来の選択肢が増えたりとかなんかどんどん変わってきますね。おっしゃる通りです。本当にじゃあ生活に必要なアルバイトをしてた時間を好きな時間に、まあ、本当勉強の時間に当てるだったりとか活動の時間に当てることで選択肢っていくらでも増えると思いますし、僕は、まあ、本当親のおかげでありがたいことに自由にやらせてもらってて、それが今の、まあ、今にの自分に影響してると思うので、これを何でしょう、皆さんに少しでも影響できたらというか、僕の独り占めしてた割引のハックの知恵がプラットフォーム化して皆さんに行き届くようにしてから作っていきたいなっていうのを。ありがとうございます。なんかそこはものすごく学割っていう点で終わるものではなくて、なんかその影響力と本当にその規模を考えると、あとはまあ学生も今後、まあ、学校がなくなることはないと思いますんで、うん、学生も増え続けてずっとねそこに存在すると思いますし、なんかその人たちがより多くのどんなアイデアを持って、あるいはどんなモチベーションでこう社会に出ていくかっていうこともすごく、ね、今後大事になってくると思うの で、学生時代の過ごし方とかその後にも全然影響力を与えるようななんかアイデアを今実践されてると感じてですね、それがすごいなと思いました。ありがとうございます。なんかぜひここから残りも時間少なくなってきたんですけれども、はい、僕の方から改めてもうちょっとこう深掘りたい部分とかを、はい、ユニークな部分をお伺いしつつ、もしよければ今同席いただいている皆さんもご質問とかご感想があったら、ちょっと時間内なのでチャットの方にお寄せいただけるような形だと僕の方で拾ってまいりますので、ぜひぜひお願いいたします。でこの方から改めてちょっと社長さんに追加でもまた質問なんですけど、はい、今までのお話をお伺いしていてですね、はい、いわゆる人と違う進路をっていうところとか人と違う選択肢をっていうところは、まあ、割とこう、はい、ナチュラルにご家庭の影響もあってっていうふうな触れていただいたと思うんですけども、はい、かなりこうその上でもご自分のこう、はい、改めて自分をよりなんて言うんでしょうね、ユニークにさせていくような環境とか出会いをご自身の行動でもってやっぱ掴んでらっしゃるなと思うのと、そのなんかこう原点というか起点にあるのが、その先ほど触れていただいた難しい方というか困難な方をこう選ぶっていう、なんかその選択肢の選び方っていうのはすごく影響してるのかなと思うんですよね。で、その難しい方っていうその選択肢の選び方っていうのは記憶にもしある範囲でどのぐらいからそういうふうに姿勢としてスタンスとして持っておられたのかっていうのと、なかなかこうね、ただ単に人と違う方を選ぶっていう本当そういうなんか単純な面の話じゃないかなと思うので、はい、なんかそれってどんな方とどんな風にそういう感覚育んでこられたのかなっていうのはちょっと興味がありました。言語自分の中で難しい方をじゃ選ぼうと思って意識的に選ぶ前の話で言うと、はい、中学校の頃に生徒会長をやっていて、ただその生徒会長になる前も、うんうん、まあ、僕の学校の文化的に生徒会に、なっている生徒会の方がそのまま、エスカレーター式になるんですけど、僕の場合は外部というか生徒会にいなかったメンバーが、外から生徒会長になるっていうのでちょっと異例ではあったんですけど、そこも、部活のその時は部活の先生に顧問の先生にやってみないかって背中を押されて、でまあ、やるかやらないかってやつで、あ、でも面白そうだからやってみようって言うんで、やってみたと。多分それもおそらく、本当だったらめんどくさいけど、やらないけど、やってみたってこと、うんうん。それがだんだん言語化できた、きたのが、高校2年生とかぐらいで、まず、まあ、文系と理系分かれるときに、まあ、文系よりも理系の方がちょっと難しいだろう。一応数学好きだったのはあったんですけど、うん、それでも、まあ、めんどくさいなって普通に嫌いなんですけど、うん、まあ、めんどくさそうだけど数学選んでみようっていうのと、あと、まあ、理系の中で今度数三、まあ、数三取るか取らないか問題っていうのも、まあ、でも難しそうだけどちょっと数三取ってみようっていうのと、うん、で物理科学で、まあ、僕物理の方が割と苦手というか難しいなって印象あったんですけど、まあ、でも難しいか取ってみてちょっと挑戦してみるかっていうのを取ってみて、でその結果的に難しい方を取るとその難しいと取った人が減るんで、なんか順位が高くなったりとか、結果的に実はなんだろう、ちょっと勉強すればいい点数取れて、相対的に評定上がるみたいな、結構いいこともあって、実はそのチャンスをつかむ母数が減るので、実は簡単なんじゃないかみたいなのも結構
ハック的な感じであったのは、まあ、思い出すとそのぐらいでした。ありがとうございます。なんかそれこそ一番最初にね、ちょっとめんどくさいけど、まあでも選ぼうというふうにね、はい、触れていただきましたが、その多分めんどくさそうっていうところで多くの人がこう震えにかけられてしまうというか、で実はこうちょっと頑張れば実はできることでも、その最初の第一印象で、ね、避けてしまう人が多いがゆえにライバルも少なかったり、でそこ乗り越えると、ね、違う印象が、やってみないと分からなかったこともあるわけですもんね。そうです。でそこにまたコミュニティがあったり、まあ、ご自身にとってのこう得ようと思ってたものがやっぱりそこにあったりとかして、 それを繰り返してこられてるんですね。あとは、まあ、戦略的にこのツイッターで10分電話みたいな企画をやっていた時があって、それで、まあ、アメリカにいながら日本のハイスペックな人たちに参加をされて、どうやったら知り合えるかなので、とりあえず10分電話しようというのを140人ぐらいでやって、うん、友達がちょっと増えたっていうこと、いろいろありました、ね、それこそスタートアップのインスタも、うん、あっちが僕のことをすごいっていう第一印象から入ってくれるので友達になりやすいみたいな、なるほど。なんかそうすると今関谷さんも触れていただきましたけど、はい、なんか教科書代の割引欲しいですよね、はい、みたいなのを書いていただいていて、ね、なんか教科書とかだと、まあ、あったらいいなっていうよりかはもう、ね、マストのアイテムなので、それ自体のコストが下がるとなんか、ね、全然違いますね。おっしゃる通りです。まあ、教科書代、まあ、つまりはそのおっしゃっていただいた、もうちょっと一個抽象度を上げると、学生が全員、どの学生も使うものを学割にするっていうのが、学生にとってすごくメリットあるなと思っていて、でちょっと近い将来頑張って手に入れたいのが、あのスーパーの学割を手に入れたいんですけど、まあ、実はあの本質的に考えると、飲食店って行く本当にお金持ってない人、やっぱ飲食店も行けないんですけど、さすがにスーパーは行くんですよ。なんで、あのスーパーでその僕たちのアプリを見せたら 10% オフでずっと買い続けられるとか、あの本当にじゃあ本当に貧困な人たちはあの半額で買えるみたいな、一緒にキャンペーンを打つみたいなところとかをやっていて、であの本質的な学生の貧困で、しかもあの生活に必ず必要な食べ物みたいなところは支援していきたいなみたいな、結構も強く思うところはあります。なるほど、なるほど、なるほど。なんか今伺ってた中でも本当にリアルなあの、まあ、ご自身が体感なさってるっていうのも大きいと思うんですけど、本当にリアルなこう現状の課題とか、もしくはこう、ね、当事者の方だからこそすごく重要度を上げて向き合ってらっしゃるテーマっていうのをお持ちなんだなっていうふうに思ってですね、なんかそんなサービスを待ってる学生がなんか今もいらっしゃると思いますし、あと、ね、今後も増えるんであろうなと思うと、なんかものすごくまた今後いろんなアイディアとかいろんな場面で学割をこう目にね、あのかけることが増えると、なんかすごくなんかワクワク、それ自体がワクワクするなと、広がることが今後に大きいなと思いますね。ここ直近1週間2週間までは実は自分のエゴでこれ作ってるんじゃないかみたいなところがあったんですけど、それこそここ最近学割ランチ会って言って、僕がランチ代おごりから学生の人と一緒に行ってユーザーインタビューをするみたいな機会で、割と熱狂的なユーザーというか、僕たちのサービスを本当に愛してくれるような人たちと出会って、あのさらにあのこれを本当にやっていかなきゃいけないんだっていうような使命感に駆られてるとか、実は学割で助けられた人が目の前に来た瞬間あの感動して、もしやらなきゃいけないなっていうのは頑張ります。いやー、なるほど。いやー、ものすごいですね。なんかそこがこう本当に必要とされているサービスであるっていうところと、でも着想とか原点は本当にご自身 の, あの強みを生かされたりとか、ね、本当に今ならではの視点を生かされていると思うので、なんかそのあたりがぜひ今後も新しい学割が増えたりとか、もしくはね、イベントがあったりキャンペーンを目にかけるようなことがあれば、なんかどんどん利用していただきたいなと思いますし、まあ、この29歳以下の世代の大部分を占めているのが学生いますので、なんか見ていただいたらぜひなんか気軽に、ね、使ってみていただきたいなと思って伺っておりました。ありがとうございます。そうしましたら、ちょうどあのお時間にもなってまいりましたので、はい、あの今回あの本当に斉藤さんのまずご自身のお話から含めて、サービスプロダクトの着想のきっかけと、あとそこから今後あのどんな世界をこう描いていて、どんな方とどんな風に広げていかれるのかなっていうところがお伺いできましたので、ちょっとこれからもその点、今後の未来に向けても、あと現在に対してもちょっと
エールを送る形でこの後閉じられればとは思いますので、ぜひ今後広がりとか活躍を願ってますので、引き続きどうぞ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。それではお時間になりましたので、今回452名のゲスト、はい、斉藤さんをお呼びした回の収録公開インタビューを終了させていただきます。同席いただいた皆さんもコメントいただいた関谷さんも本当にありがとうございました。